外観カナダ太平洋鉄道時代の外観道場最後部展望室に回展望室へ伸びる階段。階段の先にガラス張りの天窓を備えた展望室が見えるパークカーは1954年にバッド社がカナダ太平洋鉄道向けに製造した流線形寝台展望号作り車である。総計18両が製造された。1978年。 ビア鉄道がカナダ太平洋鉄道より取得し、以来現役である。パークカーはステンレス製の客車であり、幕板部などに入れられた帯塗装及び表記類を除き、無塗装である。各社は車番を振られず、代わりにそれぞれカナダの国立、修立公園の名前が付けられた。展望道無室内まで伸びる階段の手すりなど、内装は主にプラスチックで構成された。 車内前方には二人用個室寝台三室と特別室一室の合計四部屋の寝台個室がある。その脇の細い廊下の先に個室ラウンジがある。1954年の落成当初、各ラウンジにはその車両の名前にちなんだ特別あつらえの4倍20フィートの壁画が飾られていた。また、3倍5フィートの地図も飾られていた。 車両の最後部は13席を有する展望室となっている。さらに階段を上ると24席のガラス張りの展望ドームがある。1954年の製造時、1両あたりの定員は54名だった。1986年、ビア鉄道は個室ラウンジを撤去した。1990年代の改造によって、カナダの核、 タイムゾーンの違いを示した時計が設置された。パークカーを最後尾に据えた列車編成ジャスパーにて1954年、バッド社は、総計173両の新規受注客車の一部として18両のパークカーをカナダ太平洋鉄道へ配送し、カナダ太平洋鉄道はそれを新設列車のカナディアン号と既存列車のドミニオン号に投入する。 最初に営業運転に入った車両は、バンフ国立公園から名が取られたバンフパークであった。1957年、ファンディパークがサスカチワン州ガルレークにて衝突事故にあっている。1978年、カナダ太平洋鉄道の旅客鉄道輸送を引き継いだ、ビア鉄道はこのファンディパークを除いた17両のパークカーを取得した。2015年現在、 ビア鉄道には14両のパークカーが残っている。これらは基本的にカナディアン号及びスキーナ号で使われているがオーシャン号やハドソンベー号の運用に入ることもある。以下の3両は営業運転から外れている。ありがとうございます。